沢部サッカーアカデミーの矢野コーチです。今日は映像指導ということで、パスコントロールの練習をしたいと思います。以前僕がサッカーを教えて、子供の頃ですね、サッカーを教えてもらってた頃は、トラップ、ボールを止めることをトラップというふうに、指導してもらいました。トラップという、語源はこのウェッジコントロールをトラップと言い始めたそうです。ボールに対して罠をかけるように、止める、この動作をトラップということを示したそうで、その後、まあ、インサイドで止めるのもトラップ、ももで止めるのもトラップ、胸で止めるのもトラップということで、サッカーの中でボールを止める動作をトラップというふうに呼んでたそうです。ただ今現代サッカーでは非常に、まあ、スペースも少なくよりスピーディーになってきたことで、ボールを止めるというより、コントロールするというふうに表現されます。例えばボールが来てトラップして動かして蹴るのではなくて、1回でコントロールして次蹴りやすいところにコントロールしてボールをコントロールして、昔であればトラップ、動かす、蹴る、この3つの動作が今はコントロールする、1回でコントロールしてパスというふうに、2回の動作で、終わる形でよりスピーディーにプレーができるというふうになります。まずトラップ、コントロールの、やり方ですが、主にこのインサイドといって一番足の広い面をパスも同じくこのインサイドの一番広い面を使ってやります。ボールが転がってきた際にインサイド、ボールの上、下、真ん中があればこの真ん中に足のインサイド、一番広い部分を当てるという形になります。でちょっとボールをこう空手チョップのようにこう切るように、触るとボールがバックスピンして少し前に止めるんですが、止まってちょうど蹴りやすいところ、ちょうど蹴りやすいところにやっていくことができます。ちょうど蹴りやすいところ、こういう形ですね。でキックの方も立ち足は必ず蹴りたい方向で、インサイド、ボールの中心を当てて蹴った後、必ず蹴った相手にインサイドを見せるような形で、決してこうやって巻いたりしないようにしっかりとインサイドを見せるような形で蹴ります。コントロール、キック、コントロール、パス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 。以上です。やってみてください。Este samba que é misto de maragatu É samba de preto velho, é samba de preto tu Mas que nada, samba comum